これがね、まあ、まあまあできたらまあ苦労しないですよ。お客様の要望があって、お客様の素材となる髪の毛がある。赤系なのか黄色系メラニンなのか、ここからここに行くためには、じゃあここの間のカラー剤とプロセスどうしたらいいのかっていうのは、ここは美容師の腕の見せ所になりますね。髪のメラニン色素をコントロールして染めていくメラニンコントロールカラーっていうのを、まあ、僕は、お客様にさせていただいています。はい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のミッキーです。はい、今日はですね、カラーリングをしてもすぐ色が抜けちゃう方へというテーマでお話をしていきたいと思います。これはね、やっぱりもうカラーをしたことがある人であれば、まあ、一度はね思ったり悩んだことのある、まあ、テーマだとは思います。まあ、僕の顧客様ではあんまりいないんですけど、まあ、ご新規様ですよねにお越しいただいて、まあ、カウンセリングさせていただいてると、まあ、やっぱり色がすぐ抜けてしまう、何しろ色が持たない、持ちのいい色にしたいあたりのもうだってすごくよくいただくんですよ。なので、まあ、今日改めてね、ちょっとそれが、まあ、どういうことなのか、なんで抜けるのか、どうやったら持ちが良くなるのかっていうのをお話ししていきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。で、今日お話しする内容としては、まず一つ目は、猿でもわかる髪の毛がわかるメカニズムということで、超簡単に説明をしていきます。なので、これ美容師さんが聞いたら全然面白くないかもしれないぐらい本当に初歩的な感じで、まあ、かつプロのね理論でお伝えしたいと思います。2つ目が、なぜカラーが抜けるのか。3つ目は、抜けた時に黄色くなる人とオレンジ色になる人がいるのはなぜ。で、4つ目は、抜けにくくするにはのテーマでお伝えしていきたいと思います。で、まず1つ目の、猿でもわかる髪が染まるメカニズムなんですが、黒髪と仮定してカラー剤を美容師さんが塗ります。で、塗ると、まあ、大体15分から30分ぐらい放置することがまあ多いんですね。で、カラー剤っていうのはその放置時間の中で2つの働きをしてくれています。1つは、放置時間の前半でブリーチ作用をします。で、カラー剤なのにブリーチって思うかもしれないですけど、カラー剤っていうのは弱いブリーチ剤が入ってるんですよ。本当に弱い7トーンとか10トーンとか聞いたことあると思うんですけど、もともとの次元の状態から希望の明度、明るさですね、までブリーチをすることがまず放置時間の前半で行われます。で、残りの後半の時間で色が今度グーッと入ってくるんですよ。で、ブリーチの時間があって、後半は発色の時間になります。で、ここの発色の時間で、まあ、アッシュになったりピンクになったりという作用があります。なので、カラー剤っていうのは放置時間の中でブリーチの作用と発色の作用っていう2つの働きをしてくれます。こういう髪の毛のメラニン色素の、表なんですけど、なんかアッシュとかグレーとかは関係なく、単純に髪が明るくなっていったらこうなっていきます。髪の毛が明るくなる指標です。1レベルから20レベルまであるんですね。これがさっき言ってた7トーンとか10トーンとかって話なんですけど、基本的に日本人の地毛というのは平均的なのは4レベルから5レベルぐらい。ただやっぱり3レベルぐらいの、まあ、黒々しい方もいるし、6、7レベルっていうすごく明るい地毛の方も最近は多いです。ブリッツするとこの辺の14、15、16あたりになっていきますし、普通のカラー剤だと、まあ、この辺で収まる。だって今言ったのは、カラー剤は地毛のこの4番、5番あたりから前半の時間でふーっとブリーチをして、そこから後半の時間で希望の色に変化していく、染まっていく、まあ、その時にちょっとワントーン下がりますというのが染まるメカニズムとなっております。では次の2つ目、ね、なぜカラーが抜けるのか。カラーが抜けるメカニズムっていうのは、今お話ししたその2つのカラー剤の作用が原因となっています。要は最初地毛の状態からぐーっと明るくなっていって、色が発色してちょっと落ち着くっていう時間が戻るんですね。で、この戻るのは月日もあるし、日々のシャンプーでちょっとずつちょっとずつ色が抜けていくから戻っていくという認識になります。で、戻るのはブリーチをしたところまで戻るんですね。で、この戻るというのが色が抜けていくという状態になります。例えば8レベルのアッシュにしたいってなった時に、この次元の4番5番ぐらいから8レベルのアッシュになるんだけど、8レベルのアッシュに仕上がれてなるためには、実は 8.5 とか9ぐらいの状態までブリーチされているんですね。それはカラー剤が勝手にやっています。次元の4番5番ぐらいからぐーっと8番ちょっと過ぎぐらいまで髪がブリーチされて、でぐーっと色が入って8レベルのアッシュに染まりました。で、美容室から帰ります。で、2週間3週間するとちょっとずつちょっとずつ色が抜けてって、色がなくなった状態ですね。8レベルちょっと過ぎ 8.5 とか、髪質によっては9とか10レベルぐらいまで実はブリーチをされている。
なのでカラーが抜けると髪が明るくなったりとか、あ、抜けちゃったってなるのはブリーチをして発色をしたカラー剤の発色した部分がなくなってブリーチされただけの髪になるから色が抜けるというのがこの色が抜けるメカニズムです。で、そのカラーが抜けるメカニズムの中で5番の地毛からじゃあ8番のアッシュにしましたってなって、1回だけだったら抜けた後はまあ8番ちょっととか 8.5 とか9ぐらいなんですけど、同じ8番のカラー剤でも何回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 もやってると地毛がね8のところからそこにさらに8レベル相当のブリーチ力が乗っかるんですね。でそうすると、まあ、8に8が足して16とかにはなんないんだけど、8の髪に8のパワーを持った薬が乗ることでやっぱりちょっとずつね上がってくるんですよね、なぜか。でキューティクルも開くし髪も膨潤しちゃうから、アルカリによってシャンプーしたら髪の毛のメラニン色とかちょっと抜けてったりとかするんですね。まあ、そういうのを毛先までのフル化をこうやって繰り返していくと、ちょっとずつ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 髪が明るくなっていって、まあ、1年後にあれなんかすげえ明るくなってんだけどみたいなことが起きるのもカラーリングの注意点の一つです。分かったかな。ちょっとできるだけ分かりやすく説明したつもりなんですけど。で3つ目の抜けた時に黄色くなる人とオレンジ色になる人がいるのはなぜっていうのは、まあ、仕上がりのね明るさにもまあもちろんよるんですけど、ブリーチをしたら基本的にはほとんどの人が黄色っぽくはなるんですが、通常のカラーをした場合黄色っぽく抜ける人とオレンジっぽく抜けちゃう人がいるっていうのは、これはあのメラニン色素のタイプの違いによります。日本人のメラニン色素っていうのは大きく分けて実は4種類あるんですね。1つが赤系メラニンの方、これが一番多いです。で、黄色系メラニンの方、まあ、この2つがもうほぼほぼほとんどですね。中には青系メラニンの方、これは最近の現代子の平成生まれの子とかにはほとんどいない、まあ、昭和生まれの方で、しかも九州沖縄のあたりの方っていうのは毛が硬くて太い傾向にねあるんですけど、男の方に多いとまあ言われています。僕もほとんどお会いしたことはないです。あとは、グレー系のメラニンの方、灰色のメラニンですね。これはなんかどちらかというとこう日本人にはあまりないメラニン、外国人の方の地毛のようなミルクティーっぽい感じの髪の毛の地毛の方とかもほんとたまにいらっしゃいます。でもほぼほぼやっぱり赤系メラニンか黄色系メラニンの方が、ほとんどでございます。なのでこの表の、まあ、地毛の状態からぐーっとトーンアップしていくと、赤系メラニンの方って髪の毛の中に赤い色素が多いので抜けても抜けても赤が残りやすいんですね。で逆に黄色系メラニンの方っていうのは赤が少なくて黄色が多いので、抜けたら黄色がどんどん目立ってくるというのが、抜けた時に赤っぽくなったりオレンジっぽくなったりする方の違いとなっています。ただこれお客様自身では絶対わかんないです。お肌でいうイエベブルベみたいなパッと見てわかるようなことではなくて、もう美容師が見ても、うん、どっちだろうってなっちゃったりするレベルの話なので、お客様自身で私赤系メラニンだなとか黄色系メラニンだなっていうのはおそらくわかりませんが、いや、いつも黄色っぽく抜けるんだよねっていう方ないし、いつも髪がキンキンに明るくなっちゃうとか、根元だけすごいパコンと明るくなっちゃったとか、特にそんな複雑な難しいカラーしてないのにいつもこう黄色っぽくキンキンっぽく時間が経つと毛先が金髪みたいになるみたいな方は黄色系メラニンっぽいことが多いです。逆に赤メラニンの方っていうのはやっぱりいつもオレンジっぽくなっちゃったり、まあ、ブリーチを1回しただけだった金髪じゃなくてオレンジ色になるみたいな方なんかは、まあ、赤系メラニンですよね。なのでそのメラニン色素のタイプっていうのを美容師側はね、まあ、分かる人は分かるはずなのでしっかりと確認をして、それに合わせた薬剤、お客様の要望があってお客様の素材となる髪の毛がある、赤系なのか黄色系メラニンか、ここからここに行くためにはじゃあここの間のカラー剤とプロセスどうしたらいいのかっていうのは、ここは美容師の腕の見せ所になりますね。では最後に、じゃあそのねカラー抜けにくくするにはどうしたらいいのっていう話なんですけれども、これがね、まあ、まあまあできたらまあ苦労しないですよ。で、まあ、僕美容師15年間やってるんですけど、カラー剤めちゃくちゃ進化してます。昔はもう本当に今みたいなグレージュとか綺麗なアッシュとか、もう絶妙な色加減ですよね、まあ、出せなかったんですね。昔は何種類も混ぜたりとかね、ちょっと1本のカラー剤できたりとか、昔は到底出せなかったようなビビッドな色が出せるようになったりとかもしています。なんだけどね、色の持ちって劇的に変わんないんですよ。15年前と今と染めた髪の毛の色の抜けるスピードって同じなんですね。だいたいやっぱり 2,3 週間でちょっと抜けて、まあ、1ヶ月ぐらいが賞味期限っていうのがまあカラー剤の定説です。だからこれはもうやっぱり1ヶ月ぐらいで抜けてくれないと
メーカーさんもカラー剤ね売れないじゃないですか。で美容室も儲かんないじゃないですか。なんか家電とかって10年で壊れるようにできてるとかっていう説あるじゃないですか。なんかそれみたいな感じでもうそういう風に作られているのか、人間の髪の毛っていうのはもうそもそも入れた色素っていうのはもうそのぐらいしか持たないのか、なんかもうそのどっちかなんじゃないかと僕思ってますっていう身も蓋もないことを言ってしまったんですが、それでもね抜けにくくしたいという方がまあやはり多い世の中ですから、まあ、そこについてね、まあ、僕のこれ試験です。で僕のお客様に関しては実践させている。だから僕のお客様周りたちだけの方だったりとか抜けちゃって困るっていう方がほとんどいないっていうのもまああると思うので、まあ、お伝えをさせていただきます。で明るくしたらなんですけど髪をね、これはね絶対抜けます。12レベル以上とかにしたらもう必ず髪は明るくなったなって1ヶ月後に思うので、いわゆる透明感カラーってやつですね、されるんだったらもうやっぱり月1で毛先までフルカラーを毎月やっていくという覚悟で髪を明るくした方がいいです。で毎回毎回カラーをするとやっぱり髪傷むんで、まあ、トリートメントもセットとかでやってできるだけね劣化させていかないように、ちょっとでもそれにね抗っていくような処置は必要になってきます。まあかといってね、じゃあ我慢してずっと暗めな髪なのみたいなこともあるから、まあ、その辺はもうやっぱりお客様のお好みと髪の今の状態と、まあ、美容師さんの提案等でバランスとってやっていくしかないので、まあ、ここはまあカウンセリングですよね。染めるだけだったら簡単なんですよ。だけど果たしてそのカラーがお客様にフィットしているのかっていうのがとっても大事だなと僕は思っています。なので、まあ、抜けちゃうっていうお悩みの方に関してはやはりまあ、ちょっとね落とし目のカラーをした方が僕はいいと思っているし、将来的にね、じゃあ例えば今日ちょっと明るめにしたいですと、13、14ぐらいのもう黄色が透けるようなベージュにしたいですっていう方がずっとそれをキープしていくのか、それとも今日1回だけ夏休みだからこれにしたいのかによっても結構違います。そこの染めたい理由の背景がどうなのかで、やっぱり1ヶ月後に抜けちゃったってなるのか、あ、うん、抜けても OK なのよってなるのかで結構変わってくると思うんですよね。まあ、そういった前置きがありながら僕が実践している、まあ、抜けにくくするカラーっていうのは、その先ほどからお話をしている髪のメラニン色素をコントロールして染めていくメラニンコントロールカラーっていうのを、まあ、僕は、お客様にさせていただいています。まあ、ここのメラニン色素っていうのがまあ地毛の状態からまあいろいろあるんですけど、まあ、ここをしっかりコントロールする、ここのメラニン色素っていうものをしっかり守り抜きながら髪を染めていくことさえできれば、あー抜けちゃった、いつもキンキンになるんだよねっていうことはまあ絶対になくなるので、僕のお客様に関しては綺麗な色を楽しみたいから毎回フルカラーという方はいらっしゃいます。だけどいつも抜けちゃうんだよね困ってんのっていうので毎回フルカラーってされる方ほとんどいません。最初のうちはねフルカラーするけど、いつかもリタッチだけになったりとかして毛先のダメージをねこれ以上悪化させないようにさせていただいているので、僕はそんな手法を取らせていただいています。はい、というわけで今日はヘアカラーなんでいつも抜けちゃうのという疑問について、僕なりの言葉と、まあ、試験を交えてお伝えさせていただきました。カラーリングでね悩んでいる方や、まあ、今までのあそうあったあったそういうことっていう方参考になった方、ぜひぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。でまたカラーリングにまつわることで聞いてみたいことなんかはコメント欄に書き込んでいただければ、お答えしていきますのでぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。